はい、今回はですね、もうめちゃめちゃマニアックなカード、もうこのチャンネルならではですかね、紹介しましょう。よいしょ。誰やねんでしょ、俺も知らんっていうね、あんまり。岡崎、誠。まあ、現 FC 東京なんですけども、まあ、このカード通りね、来シーズンからは、ロアッソ熊本に完全移籍ということですね。ポジション的にはね、センターバックやったり、サイドバックやったりなんですけど、サイズがね、小さいんですよね。181でしょ ?181 ではちょっとセンターバック厳しいですね。まあ、サイドバックかな。98年。だから、何世代かがわからへんの。東京オリンピック世代か。まあ、多分 FC 東京の、ユースの選手だと思うんですけど、もともとはね、FC 東京から出てきて、で、試合ね、なかなか出られなくて、清水エスパルスにレンタルも行ったよね。まあ、その時は試合あんま出てなかったと思うんやけどね。で、まあ、レンタルで戻ってきても、まあ、そんな可もなく不可もなく、試合にはなかなか絡めずということで。で、もうこの、ね、今シーズンをもって、ロアッソ熊本に完全移籍と。まあ、ロアッソ熊本はね、まあ、3バックでやってるんで、もしかしたらその一角かな、という感じがしますよね。まあ、レギュラーで出れるかっていうか、ねえ、てか J2 でレギュラーに出れへんかったらもう本当にいよいよやばいよね。もう引退しないと。J2 で出られへんかったらもう引退か J3 かやろ。もう J3 とかもうやばいでしょ。まあこれからはね、まあ J3 もどんどんレベル上がっていくんでしょうけど。J2 で出れへんかったらやばいよね。まあでもね、いいチームに行ったんじゃない?ね、ロアッソもやっぱり J1 昇格を狙ってるね、チームですし。まあこれがね、なかなかもう残留争いをするようなチームではね、やっぱ成長はなかなかしないんでね。まあそういう点では、いいチームに移籍したんじゃないかなと思うし、まあ彼自身にとっても、もう正念場だよね。まあその決してね、日本代表を狙うようなクラスの選手じゃないんですよ。まあでもね、選手としては、まあそれだけがね、サッカー人生じゃないんで、ロアッソで J1 昇格できるか、まあ注目ですね。